皆さんこんこにちははキム・ジュソンです、はい、えー、と今日で3回目ですけど私は日本で生まれ育ち北朝鮮で30年住んでて現在は脱北をして韓国で住んでおります。今日はですねキム・ジョンウン委員長の身の上に何かがあった場合後継者問題ですけどもまずは皆さんご存知の唯一女性のキム・ヨジョンさんがいていわゆる 白白山山山系統だとと言えますす北朝鮮にある白桃山という山はご存知ですね 2750m で富士山よりはちょっと低いですけどもこの白頭山系統というのは金日成主席が以前「抗日パルチザン」という部隊を作ってその部隊が田ろして根拠地を白頭山に置いて戦ったというそういった依頼から始まって白頭山系統というのが 北朝鮮では成立して最高の血統であり彼らだけがお国を仕切られるというふうな重視されている血統なんですしかし皆さん私が思うには金ムヨさんはちょっと無理じゃないかと個人的に思っております血統から占めるとちょっと薄い母が在日出身の高容院さんであるので富士山系統って言ったらちょっとおかしいかな でもとりあえず在日の血が混じっているとことだけで白桃山系統のサラブレッドとしてはちょっと弱い近視、うん、を継続している白桃山系統以外にもう一つの白桃山系統があるんです近日星だけがその光日パルチザン活動をしたわけではなくそれ以外にも その過去に抗日パルチザン部隊を行ってた人がいます彼らも北朝鮮で現在ものすごい待遇を受けながら生活をしてます果たしてその勢力とは誰でしょうか現在最高人民会議の委員長であるチェ・リョンヘという人のお父さんが抗日パルチザンだったんですよ という意味で2つの白頭山系統があるんですけどもちろんもう金氏一族に比較するぐらいの待遇ではないんですけども彼らも平壌に住みながら権力ないし軍事部門とかいろんな部門に今使えておるいるわけでチェ・リョンヘさんを筆頭とするパルチザン派の子孫たちが金氏一族を擁護して彼らが政権を取ったとしたら。 いわゆる中国が以前行ったように集団指導体制の体制に変わるかもわからない北朝鮮の憲法では党政治局で提案した問題を最高人民会議で決議をして決定をして任命をしてこれを法として作るという役割を持ってるわけなんですよ。で党首の任命もみんなその権限は最高人民会議が持っているので金正恩さんがどうこうなった場合 最高人民会議の決定がない限りはキム・ヨジョンさんが勝手にその座に座れないというこういった北朝鮮の法的問題もありますのでキム・ヨジョンさんは絶対に彼らを乗り越えて権力の座に座ることはないと思います。